はい、ということでですね、皆さんこんにちは、トッチのピアノシンセライフのお時間がやってまいりました。はい、キーボーディスト、ピアノとシンセサイザー両方を愛するキーボーディスト、トッチです。そう、トッチのピアノシンセライフというですね、実はまあ3、4年ぐらい、あ、でも2016年から2017年ですかねぐらいに、実は某 FM 局で実際に放送されていたトッチのピアノシンセライフという番組をですね、こういう形でですね、ようやく再開することができるようになりました。はい、ということでですね、お待たせしましたというところなんですが、キーボーディスト、鍵盤楽器ですね、まあ、特にピアノシンセサイザーといった楽器で、鍵盤楽器奏者っていうところのくくりで、こうちょっと面白い話題とかですね、ちょっとした情報なんかをですね、こう気軽にですね、お届けできる番組になればいいななんて思っております。はい、ということでですね、実際にですね、まあ、トッチキーボーディストとして活動して、まあ、17歳の頃にですね、初めて、まあ、人前で演奏させてもらったりとかし始めたんですけど、そこから今日までですね、いろんな人に出会ってきたんで、その中でですね、ちょっとこうトピックにできそうな話題をですね、これからお伝えしていこうと思います。それではトッチのピアノシンセライフ始まります。ピアノシンセシンセライフ。はい、ということでですね、トッチのピアノシンセライフなんですが、まずはですね、今回、まあ、いろいろですね、キーボーディストさんとお話しさせていただく中でですね、こう話題とかね、お悩みとか思ってることとかね、共通化してくるもんだなっていうの、面白いなっていうのですね、ちょっとそういうのをですね、トピック化していけたらなというふうに思ってます。でもちろんですね、本当にあの幅広い、キーボーディストって多分ギタリストとか他の楽器の方よりも人口って少ないんですよね、多分ね、特にバンド軽音楽とかにおいては少ないと思うんですけど、なんかすごくそのこだわりとかジャンルとかってすごい細かいな、スタイルっていうんですかね、まあ、すごくあの細かいなっていうので、ね、面白い、本当にキーボーディストって面白いパート、なんだなっていうふうに思っていて、だけどさまざまな人がいるけど、なんとなく言ってることはこう共感できるあるあるみたいなのが多いので、今日は、この話題でいきたいと思います。キーボーディストがよく使う音色5線ですね、まあ、なんとなくね、その多分ピアノ出身者の人とかすごく多いような気がするんですけど、ピアノ以外でね、いろんな音をこうカラフルに使いこなすっていうかですね、こう選び分けて使ってる人ってすごいなって思うんですけど、なんとなくね、それが、まあなんとなくですね、こう共通化してるなって思ったんで、もしなんかちょっと音選びとかで、迷ってる人とかいたら参考になったら嬉しいなというふうに思います。さあ、それでは参りましょう。一応5選ということでね、5つご紹介していきたいなと思います。まあ初めはもうお分かりの通り、アコースティックピアノですよね。アコースティックピアノ音色ですね。はい、でですね、まあ、これはもうあのお分かりの通りといいますかですね、まあ、アコースティックピアノなので、初めはね、こうアコースティックピアノからどんな音を選んでいいか分かんなくなっても、ピアノ弾いてあの合わないジャンルってあんまりないと思うんですよね。だから、まあ、困ったらグランドピアノの音っていうのもあると思いますね。ピアノの中でもですね、すごくこう、ア
明るめのはっきりとパリパリとした音もあるし、あのソフトなねグランドピアノとかでもいろいろですから、っていう感じでですね、グランドピアノの音の中でもこうアタックの強いものとこうソフトなものとですね、こう状況によって曲によって使い分けてるっていう話をですね、まあ、よく聞きますよね。はい、では、まあ、これはねピアノはそりゃそうだよって感じですよね。はい、じゃあ次にっていうところなんですけど、はい、まあ、ストリングスですよね。なんとなくまあ相性、ピアノの音と相性すごくいいですからね、まあ、ストリングスとかはね使いやすいんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、よっ、ストリングスでですね、まあ、困ったらっていうかね、まあ、ピアノをずっと弾いて音色ちょっと違う音した方がいいかなと思ったら、まあ、単純にはこうコードで伸ばす、これでだいぶ中域がねガッと埋まって、まあ、雰囲気もね出やすいですよね。あとは、まあ、8分音符とか4分の4拍子だったら8分音符とかで割とこうスタッカートに刻んであげたりとか、まあ、するっていうかしてる人が多いなと。あとはもうギターね、ギタリストさんが中域でもう結構弾いてるようなバンドだったら、こう上の方で和音とかっていうよりは、まあ、なんていうんですか、トップノートみたいな、なんかね、まあ、和音、3和音じゃなくても単音でオクターブとかにして、カウンターメロディー的なものを広域で作ってあげる、とかですね、まあ、なんかちょっとこうバラードとか、まあ、ちょっとこう最後にサビの繰り返しであともう一押しっていう時にですね、こういうストリングスとかトップノートの方で広域の方で鳴ると結構曲が盛大になって、面白いのかなっていうふうには思います。はい、さあそして、まあ、オルガンですね。はい、まあ、オルガンもですね、やっぱりなんだかんだ言ってこう使ってる人多いですよね。これもまあ大体あれですかね、いろいろありますけど、まあ、程よく J-POP とかで行くならね、あんまり歪んでない感じっていうんですかね、これも結構その、まあ、まあ普通にコードで弾いてあげてもいいし、まあ、あんまりちょっとこううるさいようだったらとか、ちょいちょいこうなんていうんですかね、隙間で出てくるフレーズの隙間にこうちょっとちょっかいかけるみたいな、みたいなね感じでちょいちょいこう現れるみたいな、だとあんまりあの他のパート邪魔せずに存在感を出せるのかなみたいなのかなっても私も思うし、そういう風にしてる人多いなっていう風にすごく思います。もちろんそのソロとかでね、あのガンガン弾いてもいいと思いますし、あとはこうちょっとこうオーバードライブとか、ね、でこういうトレモロっていうんですかね、お詳しい方はロータリースピーカーのスローファースト回転数とかね、あのお気づきになられると思うんですけど、まあこの辺が使えるとこうただコード弾いてるだけじゃなくて、こうちょっと攻めのバッキングみたいな感じもね、
たいなのでね、グリッサンドをいちいちつけて弾いたりすると雰囲気出るのかなっていうのはありますよね。なのでこうバッキングでポーってやってるのと、ちょっと歪ませて間奏とかで、ガッと攻めるみたいなのメリハリ、意外とあのオルガン使ってる人多いんじゃないかなと思います。はい、僕も大好きです。さあそしてエレクトリックピアノ、まあ、これはこの辺もね、そりゃそうですよね。なので、まあ、アコースティックピアノでバッキングできてる人は、あのアコースティックピアノでねバッキングできてる人は音変えるだけですから、意外とそのエレピっていう発想が、ね、出てこない人とかもいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、大体生ピで弾けてるフレーズだったら、エレピで弾いてもいいんじゃないかなって思うんですね。例えば、エレピもこうなんかフェンダーローズ系みたいなのがいいのかな。とかなんかね、こうチキチキチキとか TR808 系のビートが鳴ってるような、何ていうんですか、 R&B バラードとか、そういうのをあんまりそのテンポの速すぎない曲とか、ね、女性ボーカルのバッキングとかね、すごいこうちょっとこうたまにアコピじゃなくてこういうエレクトリックピアノの音で、ね、今のもあのこれトレモロだし、フェイザーがかかってるとかね、ちょっとエフェクトかかってる音とかで伸ばしてあげる、白玉で伸ばしてあげるだけでも、ね、結構ねあのちょっとピリッと歪んだりしていい味出るんじゃないかなって、大人な感じですか ね、まあ、ナインスとか入れてあげたりするといいのかななんて思いますけどね。こういうエレピでこう色っぽく弾ける人ってね、すごいあの僕も尊敬憧れですね。すごいベテランの、ね、この間もあの時代屋さんで、そう時代屋さんでですね11周年のライブ出演させてもらったんですけど、あれです、バッキング曲によって、その別になんか打ち込みとかバックトラックがあったんじゃないんですけど、あれですね、ノリリン・モンローか、ノリリン・モンロー、ノリちゃんのところね、あのピアノの、リンさんかがですね、こう生ピのとある曲は生ピの音で弾いて、アコピの音ですね弾いて、で曲によってエレピで伴奏したりっていうのをしてたんで、あ、すごくそういうのもね、弾き語りアコースティックなユニットやってらっしゃる人とかもエレピにするとかも面白いんじゃないかなっていうふうにすごく、学びました。はい、はい、で、シンセ、そもそもシンセサイザーだろうっていう話なんですけど、これ意外とねシンセサイザー、一応ここもジュノ DS っていうシンセサイザーなんですけどね、もともとシンセサイザーってこうあので電気のね信号っていうかね、そういうあのいわゆるデジタル音、アナログ音とかね機械音みたいなとこから電気で音を作っていくっていう、そういう楽器だったと思うんですけど、まあ、いつの間にかあのサンプリング技術が発達して生楽器の音がすごく綺麗に出せる楽器としてもですね一般化しているので、どうしてもですねこう生楽器の代わりにいろんな音を弾くっていう、用途が強くなってはいるんですけど、まあ、やっぱりこうバンドの中とかだとシンセ、生楽器以外の音、ね、こういうシンセリードだったりとか、まあ、結構あのキラ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 した音、あの僕のユニットの
デパーチャーズとかですね。こういうキラキラ系のねシンセ音とかよく使えますね。なんかこういうのがパッとねバンドとかに意外と合うんですよね。まあ、みたいな感じで、シンセの音色この辺がですねやっぱり最近多いなって思いますね。あもちろんそのねそのなんていうんですかね80年代90年代 J-POP のカバーとかをやってらっしゃる方とかでの使用頻度も高いんですけど、最近あれですよね2010年代とか2020年代かな、もうねヒゲダンとかキングヌーとかそういう大ヒット若い大ヒットアーティストとかね、実際生パッと見生バンドなんですけどシンセサイザーの音めちゃくちゃ生演奏で使ってたりするので、この辺はですねすごくもう、シンセの音を生バンドの中で使うっていう、頻度もすごく高くなってきてるのかなっていうふうに思います。個人的にはすごく、面白いですね。はい、ということでね、すいませんこんなこんな話でいいんですかね、ゆるゆるとした話ですけど、まあ僕がやっぱりこうなんとなくねそうなのかなと思ってたことが実際にお会いして、いろんなキーボーディストさんのライブとか見させてもらうと、あ本当にそうなんだなって思うこともあるし、でもちろんですねジャンルとか曲によって、使う音は違いますから、みんながみんなこれに当てはまるわけではないんですけども、まあ何が言いたいかっていうと、なんかよくねピアノの音以外でどういう音を使ったらいいんだろうって悩んでるキーボーディストさんって結構多いなっていうのを話してて思うんで、なんか参考になったらいいなと思ってます。はい、で、なんかシンセサイザーが入った音楽とか、皆さんがリスナーとして聞くときとかにもですね、こういう点をねちょっと思い出して、また新しい角度でですね音楽を聴いてもらえたら嬉しいななんて思っています。はい、トトッチのピアノシンセシンセライブ。ということで、こんな感じでお送りしましたけども、まず第1回目はキーボーディストがよく使う音色5000ということでお送りしました。でこんな感じでですね、トッチのピアノシンセライフ緩やかにスタートしていきたいと思います。はい、ちなみにですね、今この番組のオープニングテーマ曲はですねプレシャスタイムスという曲でした。今バックで BGM でかかってる曲はパッセージっていう曲のデパーチャーズバージョンなんですけども、今これインストゥルメンタルバージョンですね。はい、一応まあトッチのピアノシンセライフのオープニングのテーマ曲としてはトッチオリジナルのプレシャスタイムスという曲でした。ということで、このじゃあパッセージですね、聞きながらお別れしたいと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。また、アップロードしますので見てください。でなんかこういうのどうですかとか、なんか質問とかもしあれば、コメントとかいただければ、ちょっと参考にして次回の放送の参考にさせていただきたいなと思ってますので、なんかキーボード申請に関する、話題とかなんかご質問ありましたらお気軽にメッセージください。それではピアノとシンセサイザー両方愛するキーボーディストトッチでした。ありがとうございます。